はい、ゲストトラピートークのコーナー、本日のゲストはアイラブミーの伝道シャンソニこと上田和文さんです。はい、こんにちは。こんばんはですね、ごめんね、主役、はい、はい、カスさん、私はね、もうあのアンソニーとか呼んだことないから、カスさんって、ちょっと気持ち悪いですよね。気持ち悪いね自分で言ってしまった今日大阪から本当にようこそね。これだけのためですか？もちろんもちろん。そう、4時半起きですよ、4時半起き。本当にもう、ね、ありがたいですね、はい、やっとだよね。やっとだよね、何回かね、ちょっと予定が合わなくてね。そうですね、もともとね、この番組始まるきっかけになったのも、うん、カスさんの紹介だったんですけど、実は実はですね、実はでもカスさんは FM ギグで番組持ってないんだよね、うん、実はね。どうしてどうしてですよね。面白いね、うん、ね、うん、そう、タイミングが合わなかったんですよ。そうですね、まあ、でも他でいろいろやってるしね。そうですね、あのユーストリームね、やってますね、今ここ最高ってやってますね。やってます、ですので、いろいろと活動されてるってことで、うん、はい、私も大阪に行くことがなかなかないから、うん、最近はあんまり ね、あのちょっとお互い別のところでっていう感じですけど、うん、昔カスさん家泊まりに来たことある、うん、何度かね、何度かあるけど何もないよ、もちろん何もない、うん、女って感じだからね、ただ女友達みたいな感じ。あ、まあ、あ、そうだね、そう、うん、そう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 、うん、トモちゃんがいるときはカスさん、カキ の、うん、あのカキのパーティー。あ、そうかそうか、そうで、初対面の時にあのハゲヅラでね、あの初っ端ね、初対面がハゲヅラだったという、ね、そうなの、そう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 、思いっきり滑りましたけど、ね、私じゃない、うん、僕かぶってたってこと？かぶって、え、いつ玄関に入ったのよ。あ、うち、うん、あ、そう、カキパーティーの時にね、トモちゃんがいて、それいつ、去年、おととし、おととしぐらいだよね、あれ違うか、去年おととしだから、まあ、1年半ぐらい前ってことか。うん、そうそうそう、ね、生牡蠣を食しながらコスプレパーティーっていうのをうちで企画してね。そうそうそう、コスプレもしてして、した状態で、ね、した状態、しかもいろいろ着まくってね、うん、うん、そうそう、もう写真撮りまくりで、で、そのコスプレする前に帰ったでしょ、そうなんですよね、あれ都合悪くてね、残念、あれからが盛り上がったのにさ、そうね、写真でね、堪能させていただきました。でもまあまあ、 あのコスプレも疲れちゃうから、うん、意外と夜通しやるって言ってたけど、もう1時か2時にみんな疲れ果てて、うん、静かになってた、うん、確かにねあれ以来やってません。あれ以来やってない、はい、あ、またやりたいですね。カキが良かったけどね、コスプレはまあまあまあ、自己満の世界、うん、まあ実は今日もコスプレなんですけど、まあ自己もうね、だってアイラブミーだからね、うん、自分大好きな人ですからね、写真も撮らせていただきました、写真も撮らせていただきました。それ何を、何ですかそれ。あ、これはね、あの貴公子アンソニーなんですよ。あ、貴公子のイメージ、はい、ヨーロ、中世ヨーロッパ、中世ヨーロッパですよね。で、髪型がそれなの。あのね、ちょっとまた中途半端な仕上がりですけどやっぱ中世ヨーロッパって言うんだったら、うん、こうクリこうなんていうの、クリクリ、ね、ここにこうね、やってほしいですね、クリクリ。ちょっと熱いしね、縦巻きロール、うん、まあ、じゃあ今度やってみてください、今度ね、はい、ぜひぜひ、はい、言っちゃうんだよね、アイラブミーですからね。そうそう、もうフェイスブックは顔が毎日のようにアップしてね、言ってね、まあまあそうですよね、ちょっとやめてって言ったんですけど、喜んでいただいてる方もやっぱりいるんですけどねやりすぎちょっとやりすぎ、結構ショック受けてたでしょあのね、そう、あの動画できっちり残ってるから、ね、アドバイスされてるところがね、あ、ちょっとね、あれね、ほんとくどい親父みたいだったからあれは自分でももう見たくないね、あれはちょっと言い過ぎちゃったね、でもファンがね、いらっしゃいますから、そうですね、ありがたいことにね、まあまあでも程よくなったんじゃない、あそこまで言ったから、うん、確かに確かに、あのかなりね、あのアイラブミーだけでへこみましたからやっぱ物にはさ、ほらこう ちょうどいい中庸を得るっていうね、言葉があるじゃないですか、確かに確かに、あの行き過ぎたらさ、うん、逆に逆効果過ぎましたよね、ちょっと、ね、まあちょっとで誰も言わなかったからね、確かにね、うん、まあ、私が言わなしゃあないから、今もへこんでる、まあ若干のトラウマをあの抱えつつここに座ってます。まあまあでもあのね、あの固いお仕事されてるんですもんね、普段はね、普段はね、そうなんですよ、どなんだっけ、あの会計事務所やね、会計士さんなんですよ、私一番初めに会った時に、だってあの 何人でしたっけ、これだけの人のカウンセリングというか、あのコンサルをしましたみたいなのを、あ、そうですね、あのメッセージでもらったんですよね、うんうん、最初、でこんな感じじゃなかった、初めは、うん、硬かったです、ね、服も服装も硬かったからね、だってほら、うん、USJ に遊びに行った時にさ、うん、びっくりしたよ、
なんかスーツそれ気にしないじゃん。ジャケット着て、ジャケット着てね、常にですよ、ね、で靴がびっくりしたもん。ビジネスシューズ履いてたから、黒いやつ遊ぶ格好、ね、遊ぶ格好じゃない、常にオン状態ですね。なんだけど、それをあのそうだったねじゃなくて、もうそれをね、アイラブイーだから全部完璧と思って主張 してた、うん、僕はこうだよいつも。そう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 、うちのこれがスタイル。お父さんは山に行く時もビジネスシューズ履くんだとか、わけのわからないことやそうそうそう、うん、それ受け継いでるのねみたいな、ね、そうなんです。うん、なのに帽子だけはなんかカジュアルなさ、やつ、おしゃれな感じのやつかぶってた。あれはでもフーミンの帽子です。あ、そっか、そうそうそう、あ、そうだった、うんうん、記憶薄くないですね。まあちょっと思い出した今言われて、そうそう、いろいろと、そうなんです、うん、っていうね、まあ、あのかつてはそういうような感じでしたけど、うん、最近はあんまりね、あのちょっと何やってるか知らなくて、うん、そしたらまた変わったことやってたよね今ね、はい、これ、うん、ね、そうなんですか今話していいですか。どうぞ。あのね、実を言うと、これね、あのロマンスエンジェルカードっていう、ね、はい、恋愛に特化した、うん、あの、まあ、カードリーディングなんですけど、はい、でこれをまあ、6月の20日なんですけれども、はい、大阪市の中央公会堂っていう、はい、まあ、ちょっと古い建物、はいはい、大きなね、まあ、あの水戸の辺じゃなかったの、淀屋橋です。淀屋橋、淀屋橋、はい、でそこでね、まあ、大きなそのイベントがあるんですよ、はい、でいろんなその、まあ、セラピストさんとかね、まあ、企業さんとかブースが出展するんですけども、はい、そこでそのカードリーディングのね、はい、ブースを出展して、まあ、ちょっとセッションとか、ね、やらせていただこうかなと思って、まあ、今日はその格好で来てるんですけど、ね、その格好が、そうなんです。だからカードリーディングっていうのは、うん、一種の占いみたいな感じですかね。占い、まあ、あの占い的なことをやる方もいらっしゃるんですけども、はい、まあ、僕の場合はね、どちらかといえば、はい、このカードを使って、まあ、カウンセリングとかそのコーチング的な、あ、なるほど、うん、まあ、これをきっかけにしてその方のお話を聞いて、まあ、あの最終的にはちょっとハッピーになっていただく、あ、まあ、そういうことですね。ね、何かちょっと迷いがあるときって少し人のアドバイスを聞きたくなっちゃいますもんね。そうですね、まあ、それとし、それの一つとして、そうそう、あの何かいいアドバイスができたらなっていうことですね。そうですね、なるほどなるほど、うん、ね、さっきともちゃんちょっとやってもらってなかったっけ、はい、やっていただきました。どうなの、その通りのカードが出た。私過去の恋愛を、うん、忘れなさい、手放しましょう、あ、手放しましょう。いやでもそれさ、なんかすごくさ当たってるよね当たってました、当たってると思う。もう昔ですか、最近ですかって聞いちゃったもんね、うん、まあ、でも、今から始めようってことじゃないの。そうだね、もう過去は全て引きずらず、そうそうそう、いいかもしれないねそれね、うんうん、今からがこう いい恋愛の始まりだよきっと、ね、うん、今ここ最高なんです。今ここ最高、今ここ最高、今から、今から、そう、うん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 、ね、幸せになっていただかないとね、はい、うん、そうするとね、やっぱりいろんなカードが出るじゃないですか、あのでもこれね、カードっていろんな種類が、うん、同じリーディングでもいろんなカードが、もちろんもちろん、それはやっぱり自分がなんかこう手にした時にすごく、うん、あ、これかなっていうのがあったんですか。あのね、このカードを手にした時にね、自分のカードだと思ったんですよ。これ僕のために作られたカードだ、アイラブミーですからね。でもそれって多分使ってる人はみんなもしかしたら感じてる、うん、かもしれないですね、うん、でも違うんですか、こういうリーディングのカードっていうのは。いっぱいありますね、へ、うん、だからもう世の中に本当にいろんなあのカードが、ね、出回ってるんですけど、うん、内容は、うん、あの基本的には一緒、みんなそのこれは何のカード何のカードっていうのが決まってて、ま、違いますよね、ジャンルが。それも違うんですか、うん、だから結構その、まあ、仕事に関するカードであったりとか、まあ、全般に対する、ね、カードであったりとか、はいはい、でまあ、僕が、ね、あの取り扱っているのはロマンスエンジェルっていうカードなんですけど、はい、これはもう恋愛に特化したカード、うん、そうなんだ。じゃあもう恋愛のそういうアドバイス専門っていう感じなんですか。そういうことですね。すごい ね、恋愛トークもあるしね、後でコーナー楽しみですね、楽しみです ね、 ですね。あんまり私あのそんなに見てもらうきっかけがない。ともちゃん、うん、どう、こういうのに。ああ、カードがないですね。ないね、うん、昔はあったけどなんか、うん、やっぱりそういうのやってる人が近くにいて、うん、あのちょっとやろうかみたいなのがないと、うんうん、確かにね、今日はね、いい機会だからちょっとやってもらいましょう。いや、ね、フーミンね、うん、いいこと出たらいいなっていう、うん、でもこれ、カードが例えばちょっと、うん、まあ、少しネガティブ的なカードもあるんですか。ありますよ、もちろん。そうなった時は、うん、まあ、どういう感じでアドバイスするんですか。捉え方ですよね、結局ね。だからその、まあ、過去にはそういうことがあったけれども、うん、ね、
もっとまあ、あのこういうふうに考えたらどうですかっていうことで、最終的にはね、うまくいっている、もうそこにも行き着きますよね。なるほどね。まあ今のを経て、その輝かしい未来があるよとか、そういうことですね。結局ね、必要なことしか起こらないということですよね。そう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 。まあまあね、人生いろいろ山あり谷ありですからね。もちろんもちろん、で、このカードリーディングをしてる仲間みたいなのがあるんですか？ないですよ、まあ、あの、うん、今度のイベントっていうのは、うん、いろんなジャンルの人がこう集まって、そうですね、そこでワンコインとかそういう感じのイベント、うん、そうですね、まあ、僕の場合は、まあ10分500円ぐらいで、ね、はいはい、させていただこうかなと思ってるんですけれども、まあ、他の方はね、またそれぞれ値段設定も違いますし、まあ、時間も当然違いますし、扱うジャンルもまたね全然違うので、はいはい、もう一回そのちょっとどんな感じのイベントか、もう一回のタイトルとか言ってみてください。そうですね、はい、ですね、タイトルが、はい、頑張ろう関西マッチングフェアということで、なるほど、まあ、あの健康とかね、はい、癒しとか、まあ、あとはその企業のまあ紹介ですよ ね、 あ、そうなんですね、物販もありますしね、うん、まあ、これがあの淀屋橋の、大阪市中央公会堂、はいはい、で6月の20日ですね、11時から20時半まで、はい、あ、結構長く、はい、長いことやってます、ね、いろんなブースを回れるよっていうことですね。そうですね。それは毎年やってるものなんですか？ね、1年に2回ほどやってるんです、で初めて今回出店するのは初めてですね。そうなんです、楽しみですね。どれぐらいの人が来るのかなみたいなね。そうですね、その全く知らない人にいろいろアドバイスをできるっていう、うん、なんかこう出会いの楽しさみたいなのありますよね、うん、そうですね、うん、まあまあワンコインですしね、まあ、気軽にね、うん、あの寄っていただいて、うんうん、まあハッピーになっていただけたらいいかなと思います。ね、アイラブミーも伝道するってことですね、うん、もちろんです、もちろんです。全てはもう肯定するこの格好でやるの？当然です。なるほど、当然当然、はい、当然貴公子、アンソニー、アンソニーって書くんですか、そこに？そうですよ。で、あのその時はクリグリグリグリ縦巻きロールは、まあ、やりましょうか。やりすぎかなっていう気もするけど、でもそこまでやったらやりすぎ感がある方がいいかもしれないですね。今日はね、今日ちょっと髪の毛がさ、まあね、今日こうダブルできついこと言ってるよね、また今日へこまされてね、名古屋来てへこんでどうすんねんみたいなね、毎回ね、なんか、まあ、不屈の精神がそこで鍛えられるからいいんじゃないですか。当然当然、まあ、最終的にはもうね、あの自分大好きなので、まあ、I love me だからね、結局はね、自分大好きって一番やっぱ大事なことでしょう、うん、でも成功してる人はみんな自分大好きだから、そう、あ、そうですよね、うん、そうだと思います。で、鏡見るの毎朝？見ますよ、当然。それで笑顔作ったりするんですか？うん、もう朝起きたらすぐ。なるほどね。でもやっぱ男性でも笑顔があった方がいいもんね。笑顔が素敵な人は絶対あのこう受け入れやすいから。そうですよね。笑顔作ってもらった方がいいよね、鏡の前で。そう、引きつった感じでね、こうなっちゃうとね。まあ、例えば写真撮るときとかもそうですよね。そうですね、うん、渋い顔がかっこいいと思ってる。あ、まあまあ、そういう人もいますよね。逆にナルシストか、それ、逆だよね、笑顔が出たらやっぱり。そうですね、そうですよね、ということで、はい、じゃあ、まあこれからもほどほどにあの Facebook に、はい、ありがとうございます、アップしてください、はい、ありがとうございました